本日公式より発表されました。丹崎陸選手、オーストラリア A リーグ、ブリズベンロア FC へ期限付き移籍。期間は2023年、来年ですね、1月31日までとのことです。皆さんご存知の通り、ブリズベンロアは丹崎選手が以前期限付きでプレーしていたチームとなります。カムバックと表現すべきか、再レンタルと表現すべきか。丹崎選手は今季公式戦7試合出場、ただリーグ戦の出場はありません。カップ戦も合計出場時間は合計でも3試合分にも満たなかったと記憶しております。今季丹崎選手に期待していたファンにとってはかなり辛い決断となりましたが、まずは向こうで出場機会をつかんで、以前のように結果を出してもらいたいと願うばかりです。彼はジャパニーズヤングガンと呼ばれた男です。このままで終わるはずがないと信じましょう。そんな丹崎選手の特徴ですけれども、特に引き出たものがなく、全般的に引き上げなければ J1 では厳しい、そんなパラメータ設定になっています。強いて言えばスピード系の能力はそこそこ高いでしょうか。2列目からの飛び出しっていう相手の裏を狙う動きが得意なので、もう一皮向ければ札幌でも活躍できそうですけれども、そのもう一皮っていうのが大変なのでしょう。スキルも全くないのも厳しいところです。ポジション適正については右サイドも本来プレー可能ですから、ここはコナミさんに修正していただきたいところです。これで前線の選手が一人抜けてしまいました。夏のウィンドウのオープンは間もなくです。残留争いをしているライバルチームは積極的に補強を進めています。果たして札幌の補強はあるのでしょうか。そしてくすぶっている選手は他にも数名います。彼らがどうなるか、どうするかも気になるところです。本日は以上となります。当チャンネルでは国内主要メディアや公式情報が出次第、初週情報動画をアップしようと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひともよろしくお願いします。それではごきげんよう。